どうも翔太郎です。こんにちは、ロイヒです。はい、はい、今回はですね、なんか彼がですね、俺のエフェクターボード新しく作ったんで見てくれと、ちょっと自慢したいと。エフェクターボード組なんですよ、どっちかというと。はい、そう、エフェクターボード派なんですよ。で、僕はアンプ派なんです、どっちかというとね。まあ、安直派なんですけど。だから、ちょっとエフェクターボード側のメリットというか、なんか、でも僕からしたらこんな重いもんなんで使ってんのみたいな、持ち運び超大変そうだし、ここまでする必要があるのみたいな。こうなんか、マーシャルがね、スタジオに1個あって、例えばちょっとブースターだったり、なんか TS 系のやつかまして、こういい歪みに1個作ればいいじゃんっていう派なんですよ。うん、そうだから、ちょっとなんでこんな感じなのかなとか、まあ、そこのメリットというか、はい、そう、どういう風にしたくて、こういうボードを組んでるのかとか、あ、そう、ちょっとエフェクターボードを、まあ、要塞メリット、ね、要塞エフェクターボードのメリットみたいなのをちょっと聞きたいなと思って、うん、あ、全然、そう、はい、そうなんです、電話で、まあ、すごい自慢されたんで。してない、もう組んじゃったみたいな。俺また組んじゃったよみたいな。そういうタイプじゃない。そうだね。まあ、そうだから、ちょっと見せてもらおうかなと思ってます。はい、はい、じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、はい、そんでですね、はい、まあ、こんな感じでエフェクターボードが並んでるんですけど、今もう仮組っていうか、ほぼほぼ出来上がっちゃってる状態のが、僕のこれエフェクターボードですね。ね、結構、これ現時点なんで。あの今時点でのこれってこと。あ、じゃあまだ変わるというか増えるというか。いや、あのね、変わりますよ、それは。うん、だってもっとでかいのも作れるもんね。だ、これはあくまで持ち運びとかも意識して最低限の、まあ、最低限でこれでしょ。やば、最低限。えげつな。ちょっとここに俺の普段使ってるエフェクターボードも置いてあるんだけど、超ちっちゃいもんね。エフェクター6、7個しか使ってないんだけど、いろんなものも含めて、スイッチャーとかも含めて、うん、これ何個ある？これ何？チューナーとかも含めて。あ、チューナーとか含めて、そうそう、パワーサプライとか、そうとかも含めて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で、13 倍くらいあるよ、俺の。すごいな。だから、これを、そう、だからエフェクターボードのメリットみたいなのをまた教えてほしいんですよ。はいはいはい、はい、まあ、メリットとしては、なんだろう、もう完全に自分の武器が増える、武器が増える、うん、と俺は思ってて、はいはいはい、例えば、結構エフェクターボードってさ、何に例えられるかって言ったら、なんか水だと思ってて、はあ、水、なんかさ、コーラ飲みたい時もあるじゃん、出て、なんかお酒飲みたい時もあるし、はい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 、炭酸水飲みたいとか、なるほどね、結構クリーンな音って、富士の天然水みたいな、それを、いろんなものを経由させて一つの飲み物を仕上げていくっていう。あ、なるほど。じゃあちょっとカクテル的な。あ、まあそうだね。まあ例えばちょっと爽やかめな、雰囲気にしたいとかであれば、はいはい、空間系のリバーブぶっ込んだりとか、ちょっとガツンと酔いたいって時はもうファズとかね。あ、選べるんだね。結構そういった用途で、まあ、いろんな要素が含まれているから、なるほど、まあ、自分の手元にいろんな飲み物があって、その都度飲み比べて、はいはい、っていうことができるっていう武器かなと。じゃあ俺はいつもコカ・コーラ1本だけ持ってきてる人みたいな。いや、でもなんかさ、アンプ直とかの人ってさ、どっちかっていうとそのコカ・コーラにこだわってない。あー、確かにだ、コカ・コーラなのか、そう、ペプシなのか、そう、あー、はい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 、俺はどっちかっていうと、いや、スプライトも飲みたいし、セブンアップも飲みたいし、コカ・コーラも飲みたい、はいはい、ましてやちょっと天然水も飲みたいとか、なるほどなるほど、そういった、まあ、いろんな要素が欲しいっていう意味で、あーで組んではいる。いろんな人いるけど、例えばもう本当にバリエーション豊かにしたいっていう人は、まあ、こういうボードは作んないだろうし、ある程度偏ったボードを作ったり、作りたいとかっていう人もいるだろうし、
なるほどね。だからまあ、ほんと趣味の世界。で、そんな中でもいろいろこだわってんのは、配線はこだわってるね。配線、なるほど。この今このちょっと今撮ろうか、まだこれ後でちょっと1本作るんですけど、これパッチ？パッチケーブル、と、まあ、DC ケーブルもそうなんだけど、これだね。ちょっと長いんだけどこっちは。へえ。ここやっぱ一番こだわりたいとかある？まあそうだね。エフェクターここもこだわってるけど、今回まあ、動画撮影ってことで、前まで俺このパッチケーブル使ってなかったよ。この紫色の方、使ってたよね。同じメーカーなんだけど、なんだけど、まあちょっとこうソルダーレスケーブルっていうの。ソルダーレスケーブル、はい。そう、俺ねここも分からんわけよ。いや分かるだろそれぐらいは。いや本当本当。だからパッチケーブルしか使ったことないからさ、普通のエフェクター同士をつなぐ。なるほど。そうもうそれしか分からん。何ソルダーレスケーブル。俺これ今日このソルダーレスケーブルのこれなんだけど、これがめちゃくちゃおすすめ。へえ。これ親井出電機さん。ああ親井出、あの秋葉原にあるオーディオケーブルメーカーさん。なんで親井出にしたかっていうと、まあ、ギターのシールドが全部親井出使ってたよ、はい、ああそうなの。これ親井出、これね、これ G スポットっていうタイプなんだけど、まあ親指で G スポットよく見るよね、確かに有名な。でちょっと最近この G スポットはちょっと古くなってて、新しい機構なのがこのシリーズ、この配線の黒いやつで、なんでこれ親指がにしてるかっていうと、俺個人的には、音抜けがすごく良かった。ああそう。シールドによって全然違うなっていう、クリーンで出した時、乱直でクリーンで出して、それも言って3メートルとか5メートルの、シールドじゃなくて、まあちょっと短い1メートルぐらいのをぶっ刺して、クリーンで弾いた時に、なんかなんだろうね、結構こう感覚じゃんこれ。まあわかる。弾き心地がいいみたいな。ああ。ギタリストある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 だね、あるあるだね。そう、人にね口で説明するの難しい感覚あるよ。ただ俺は親指が好きだったっていう理由でこれにしてる。これも最近出たばっからしい、去年。あ、そうなんだ。これが結構で、この DC ケーブルも親指だし、電気関係は全部、配線関係は親指にしてますね。なるほど。まあお高い、結構これが16,000ぐらい。何メートルだよ。これはソルダーレスで、何メートルって書いてあるこれ。3。高っ。3メートル。で、L 字と I 字の2つのタイプで、これ66だから6。何個作れたんだっけ。6個だ。6個パッチケーブル6個。マジで6個で。でこれ見ていただくと分かるんだけど、2個以上使ってる。これああマジか。やった。これ2個以上使ってる。やった。でさらに個別でこういうふうに売ってるんで。ああなるほど。こういうの、はい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 、個別でちょっと足りなかったら俺買ったんだよね、マジか。いやめっちゃ金かけてんな。いや、ここはちょっと譲れなかった。ああ、シールドにすでに金かけてんだね。シールドは、そうだね。シールド重要だからね。だから結構エフェクターボード組むときに重要視されてるのは、シールドは統一せよ。パッチケーブルとか全部統一。だから本来だったらここに G スポット刺すのあんま良くないんだけど。ああなるほど。もうそれでも違っちゃうんだ。同じメーカーでも、そう、
そう、注意気の抜けがいい、シールドもあれば、うんうんうん、ちょっと低音域に寄ってるとか、うん、ちょっとクリアに聞こえる、はあ、まあ、ハイがいいとか、うん、そういう中の配線によって全然音が、音色が変わるんで、へー、そうなんですよ、結構ね、配線って超重要っすね。そう俺が使ってたエフェクターボードって今まで何だったんだってレベルのこだわりようだな、半端ないね。あの配線材もそうだし、うん、この中にこれ後で作るときにきっと見せるんだけど、うん、これ見えるかな、この導線に、導線だよね、うん、わかるこれ、あーちょっとわかんないが、フォーカスが合えば、あーなんか見える見える、これ、うん、この中に不純物が入ってるとか入ってないとかで、うんうん、電気の流れって変わるんですよ。へー、マジか。で、ハンダ付けするハンダによっても、うん、あの電動性って変わってくるんですよね、ね、本当にいや、そんな音変わる？本当に？あのね、いやいやいや、俺ハンダはびっくりした。本当に？シールドはなんとなくしに、うん、経験談からして分かったんだけど、ハンダとかは、うん、あのね、これ他の超有名な YouTube さんで、オーディオ関係の、うんうんうん、あの YouTube さんが、うん、YouTuber さんが、うん、ハンダ付けした、うん、回路を何個も作って、うん、何々ってブランド、何々ってブランドのハンダとかって、うんうんうん、シールド付け替えて弾いたんだよ、うん、全然違う、うん、あ、もう圧倒的に全然違う、全然違う、それ見て、うわ、すげえな、この世界ってなった。あー、確かにマジか。そう、あー、深いな。だからヴィンテージのさ、うん、あのアンプとかは、うん、その当時使ってたハンダと配膳とか真空管とかを使ってるから、その頃の、あとは経年劣化じゃないけど、またそれが味わいになったりするっていうのはあるとは思うけどね、まあ、ギターにも言えるよね、ヴィンテージのギターで、あー、だから、まあ、うん、分かるわ、コンデンサー変えたりするもんね、ギターも。そう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 、そう、あ、じゃあアンプもそのハンダの打ち方とか、その使ってるハンダの種類とかで、あとはこの側とかね、うん、木材の、なんかこれ木材使用してるのか分かんないけど、うんうんうん、結局トータル的に言えるのは、うん、ギターもそうだけど、うん、ギターの木材とかすごい気にする人いるじゃん。ああ、いるいるいる。木材も重要だし、うん、中に使ってる、まあ、線もそうだし、そこから、まあ、ハンダも重要だし、弦も重要だし、うん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 、トータルのバランスが整っていい音っていうのは出る。こだわりはいろんな人持ってるけど、はいはい、その中でもエフェクターにこだわってるとか、木材にこだわってる、配線にこだわってる、全てをもうフュージョンさせれば最高な音になるじゃないかって、ああ、そういうことね、っていう論理的なね、その解釈になるね。わかるわかる。俺は、うん、多分その要素が大きいものしか見てないの。ああ、はいはい、はい、うん、だから弦、新しい弦なのか古い弦なのか、まあ、これは圧倒的に違うじゃん、うんうん、で、マーシャルなのかフェンダーなのか、アンプがどういうものなのか、で、まあ、ギターがどういうものなのか、そのピックアップがどうなのか、それあとはまあエフェクターがどうなのかとかさ、それくらい、その一番 大きめな要素のものしか見てないんだけど、さらにその、例えば俺がこだわってるものが音作りに対しての全体の7割くらいしか見てない部分だとすると、その残りの3割をいかに突き詰めるかっていうので、で、またさらにもう最終的な音がさらに良くなるから、そこにこだわろうっていう、そうだね、感じなんだね、イメージとして、うん、だから人それぞれこだわりってあるからさ、うん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 、木材にこだわってるって人もいるしさ、なるほど、でピックアップにこだわってる、うん、ピックアップにこだわってるけど中のね、うん、配線系はこだわってないとか、
そうだね、ボリュームポットとかで、ね、全然変わるしさ。俺もそのこだわるっつってもさ、ハムなのかシングルなのかくらいなの。あー、そんぐらいなの。まあまあ、まあ、そうだよね。どのメーカーのハムがとかではないわけよ。ハムならハムのね、他の何なんつうの、ハムの中でもこハムって言っても7ハムしか言ってないハムだったらもう7割くらいさ、もうハムの音するじゃん。まあね。で他のメーカーのいろんな違いとかで残り3割くらいは決まるんだろうけど、もうハムっていうだけでそのハムの音が出るから、でもなんか俺はそれでいいかなと思っちゃうよ。うん、うん、まあもう本当趣味の世界。ああなるほどね。うん、だからそれが絶対的なものであって、お前はお前らも絶対そうしなきゃいけないとかではなくて、ではなくて、うんうん、なんかそういう世界あるんだ、面白いな、はいはいはい、ちょっとあの片足突っ込んでみようみたいな。あー沼に。いや沼だね、完全だってだこれ2つ買ってさもう1万6000円2つ買って、さらになんかちっちゃいものをこう買ってさ、こんなんでどんだけ使ってんの。いやハマったね。ハマった、うん。